きチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ、世にも奇妙な怖い話。はい、今日パリーグ編ということで、はい、うん、あなたのチームかも消化ゲームかも分かりませんよっていうね。まだ気づいてないかもしれない、ね。気づいてないだけでね。はい、あとは認めたくないっていうね、はい、パターンもあるけども。うん、じゃあパリーグね。はい、まあ、昨日セリーグやりましたけども。うん、まあ、現状最下位日本ハムね、うん、39勝55敗、はい、借金が16、うん、勝率4割1分5厘、はい、一気に落ちたね、あの連敗で。あの連敗一瞬な、一瞬4位になって、うん、あれハム、うん、若手のあれもあるし、うん、一瞬思ったけど、いやかなり、うん、怒涛の大型連敗で、はい、定位置に帰ってきました。ね、あの接戦を全部落とすってね、一点差だから。俺はいつも言ってるのは記録に残らないミスとか走塁ミス、うん、結局ああいうところをちゃんとやらないから1点差にね、はい、負けちゃうっていう、大差で負けてるわけじゃないからね、はい、まあ、その中でね、うん、今後、まあ、だから日本は3位ね、はい、3位狙いでいくと5割に行かなきゃいけないんで、うん、ハムは引き分けがないんで72勝71敗、はい、に行くことを考えると、うん、残り33勝16敗49試合で、はいはい、勝率6割7分3厘です。お、勝率6割7分3厘ということは現状のオリックスの勝率が6割7厘なんで、はい、今のオリックスより勝たないといけないです。お、そのぐらいの勢いで勝っていかないといけないですね、うん、貯金17、はい、でも16敗できるから、うん、8月は8回負けれるから、はい、8負けれるから、あ、じゃあ全部勝ち越し、全カードを勝ち越しでいったら、うん、まだチャンスある。おお、5割になる、うん、うん、だそれだね、はい、勝率6位並ぶ3厘、全カード勝ち越し、いけそうですかね、ん、いけそうですかね。でもいけなくはないですよね、全カード勝ち越し、全勝ち越し、全カード勝ち越し、たまに3連勝するかもしれないじゃないですか。いやだからそれこそ、はい、10連勝いるな、1回連敗した分ちょっと連勝に取り戻したいですね、うん、1回だってもし仮によ、はい、今日から10連勝した場合、うん、あと23勝16敗でいいから。あ、確かに。そしたらめっちゃ見えてくるわ、はい、だから1回やっぱ3位行くためには1回10連勝いるわ、10連勝、そう簡単にできるもんではないけれどもでもそれを、はい、でもカーブもね、うん、あの落ち際で10連勝して、うん、一気に今優勝争いしてるから、うん、日本も本当10連勝1回したら、うん、接戦で負けてるだけだから、うん、戦力が著しく低いわけじゃないじゃん。そうなんですよね、うん、ピッチャーの防御率とかもすごくいいですもんね、うん、だってあれでしょ、21世紀で一番負けてるわけじゃないんだよね、日本ハムは。ちょっと、まあ、前回の動画でね、あった、なんかあった、そういうのありましたよね。あったろ、はい、21世紀で一番負けてるわけじゃないからな、多分、はい、うん、日本ハムね、はい、選んだ時に、うん、そのちょっとのボタンの掛け違いがうまくいけば、はい、10連勝はね、できないチームじゃない、うん、でも、しょうもないミスを減らすべき、はい、走塁ミスとか、うん、ランダムプレーとか、中継とか、はい、そういったところのしょうもないミスを減らしていけば、ワンチャンあるかなと。はい、でもまあちょっと厳しい状況だね。そうですね、うん、まあ、頑張ればまだいけそうだと、うんうん、で西武、はい、現状が91試合消化、うん、40勝50敗借金11分け、はい、3位と 6.5 ゲーム差、うん、日本ハムは3位と 9.5 ゲーム差です、はい、で残りね西武は52試合、うん、で勝率5割いこうとしたら71勝71敗でいかなきゃいけないんで、はい、31勝21敗、うん、貯金10です、はい、勝率5割9分6厘、うん、貯金10だからね、うん、で21回負けれるから、はい、10回ずつ負けれるわけでしょ、うん、そうなってくると、まあ、ほぼ勝ち越しほぼ勝ち、うん、で1回負け越しもそうだ、ね、できるぐらいの感じ、うん、だから全部勝ち越しの中で2カードだけ負け越していい、はい、いけるっていう感じ、うん、月1回負け越せる、8カード中2カード負け越していい、はい、1勝2回、うん、あと全部勝ち越せばまだチャンスあるから、まあ、まだ貯金10だったら、しかも高橋光成がめっちゃ良くなってきてるから、はい、そこら辺もね、うん、いい感じで打線の援護さえできれば、うん、まだワンチャン、まだ A クラスあるかなっていう感じです、うん、まだそんな諦め、うん、完全諦める必要性はないかなっていうね、うん、しかも西武は失点299で、はい、オリックスのついで少ないからね、今日現在ピッチャーいいからな、うん、その代わり得点が260っていう、うん、あの著しく低い、はい、得点力がなさすぎる、うん、チーム防御率 2.93、 1位だからね、西武。あ、今1位なんだ。うん、だから得点だけだね。そうですね、ここが得点が、うん、まあペイトンももうね、ペイトンも出てたし、マキノンいるし、うん、あと長谷川とかね、はい、岸も頑張ってるから、その若い ところが頑張っていければね、うん、まだ諦めるのに早い、まだ諦めるのに早い、まだ2ヶ月あるから、うんうん、そう考えたら、はい、パ・リーグはまだ、まあ、ハムがちょっと厳しいけど、うん、正直貯金17は、はい、正直厳しいけどまだセーブワンチャンあるね。そうですね、うん、なくはないですね、うんうんうん、まだ消化ゲームじゃないね、はい、で続いて4位楽天、はい、現状92試合消化で43勝48敗1分け、はい、借金5、うん、勝率4割7分3厘、うん、
残り5割と考えたら、はい、71勝71敗でいかなきゃいけないんで28勝23敗、うん、貯金5、はい、勝率5割4分9厘、うん、可能性あるこれいけますねまだ、うん、いけるけどね、うん、防御率が 3.55、うん、でも松木に帰ってきたからね、はい、そうそうそうでかいあと最近得点力上がってるからめっちゃ上がってる小深田小郷浅村フランコも打ち出した何気に打ち出してねあとその辰巳とかね、はい、で村林も打つしね最近もすごい打ちてるしだから辰巳、はい、あとレフトに入るやつ、はい、岡島から、うん、が打ち出したら、はい、あとファーストやな、うん、に入るやつ大地、ね、とか、うん、伊藤とかでもいいとこでたまに鈴木大地で打ったりとかもするんで何よりね、うん、打率は2割3分9厘、はい、今パリーグ3位ホームラン77本で2位だからね、うん、で得点力316で3位ちょっと上がってきてるね、うん、投手陣やなそうですね投手陣の踏ん張りやな、うん、こいつが投げたら絶対勝てるっていうピッチャーおらんからなそうなんです今な、うん、でもそこら辺が頑張れれば、うん、まだワンチャンあるね貯金だって5だもんね、うん、そう7月めちゃくちゃ勝率良かったんでうん、うん、7月の勝率はすごいんですよ、ね、そうなんはい多分何保険売ってんねん何保険売ってんの7月の勝率1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1,2,3,4,5,6,7 貯金8作ってますだって連勝あるもんね、はい、8連勝ね、はい、これでかいよね、うん、でも貯金5だから、はい、楽天あるで、で打つようになったからねそうなんですしかも松雪帰ってきて、うん、そこまでのつなぎさえうまくいければね、はい、もう先発も6回ぐらい全力でいって、うんまあ、ワンチャンまだまだまだね、はい、A クラス10番あるねなんとか見えてきました、うん、次のチームが若干そうなん勝手に落ちていく可能性あるからそうでもそこ次第っていうのはあるんですよねそこ次第のチームが上がってこられるだってあるでしょそこのチーム今一番注目してるでしょ毎日私はそう試合結果がすごいどうかなっつって勝ってるかな負けてるかなうわー高橋コーラめっちゃいいピッチングして負けてるっつってでね続いてソフトバンク、はい、そうなんですソフトバンクは今あの52試合、うん、あ残り52試合か、はい、現状は91試合46勝43敗2引き分け、はい貯金3です、うん、で1位と8ゲーム差、うん、で4位楽天とは4ゲーム差、はい、でその中で、まあ、優勝ライン、はい、優勝ラインで考えると、まあ、80勝、はい、80勝で考えると残り34勝18敗です、うん、これはきついな80勝までするって考えると、うんうん、勝率6割5分3厘、うん、だから18だから9でしょ負けていいんでしょ、はい、だから全カード勝ち越しだねまあそのぐらいでいったらそれでいったら逆転優勝できるけど、うんはい、だって何て言ってもよ、うん、ちょっと先に首位のオリックスさんいきますけど、はい、オリックスさん残り80勝ライン、はい、あの26勝26敗の5割でいいって5割で優勝ラインだって優勝ライン80勝が5割でいいんだよ、はい、あのオリックスがだよ、はい、山本宮城山下山崎幸也、うん、いてだよ、はい、5割でいいんだよなんかもう余裕じゃないですか怪我とかしない限りねいやよっぽどのことない限りしかも静電力打つし、はい、今ね胸とかも打ち出してきて、はい、杉本なんかね1番にしたらホームラン打っちゃうし、はい、バンとしてね、うんあと義母とか、はい、そういった選手たちも頑張っている頓宮選手が今年はねブレイクしてでまた若月が打ってんだよ、はい、でこれまた森いないからね、うん、そうなんですよねこれね一つの問題ある、はい、森帰ってきてもう、うん、若月いいからね、はい、どうすんだろうっていうそうですねこの森をでね、うん、セデーニョ、うん、だからセデーニョって守れんのかなどこもセデーニョ常に DH やんな常に DH のイメージですだから森がね、うん、行くとこがないんだよ、うん、だって若月が7月なんとね打率4割打ってます、うん、あすごい55打数22安打、うん、3ホーマー打ってます、うんうん、OPS 1.031 だからねなんかオリックスってすごいなと思うのは、うん、誰かがいなくなっても必ず誰か出てくるじゃないですか、うんうん、だって吉田正尚選手抜けた穴は相当大きいと思いましたけど、うん、頓宮がね完全に首位打者で穴埋めてるしね、はい、でなんか森選手もまあその間に入ったかなと思って離脱しても若月選手打つし、うん、セデーニョ選手出てくるし、うん、新生山下投手出てくるし、うん、しかも紅林今2割9分4厘打ってるからね最近すごいいいですよね、うん、いい感じいい感じ、うん、しかも野口もフレッシュオールスターからなんかちょっと上がってきてね、はい、いい感じになってくるし、うん、ねしかも俺がいいって言ったら平野君が、はい、試合感になって1軍で打ってるしな、え5割でいいんですか5割でいいのオリックス5割で優勝できちゃうんですか80勝だとね、はい、でもその80勝に行くのにソフトバンクは34勝18敗でいかないといかないわけ、はい、全カード勝ち越し、
でオリックス5割でいいんだから、はい、もしソフトバンクがじゃあ80勝ライン行ったとしても、うん、オリックスはもっと勝ってる可能性がある。オリックスが20あの貯金27勝を、はい、あの25敗にで行っても、はい、だ勝つからね、勝ちますから貯金2でちょっとオリックス強いなでちなみに2位のロッテが、はい、現状はですね2位で87試合消化だからロッテだけがちょっと試合消化が少ないんだよね、はい、で47勝36敗4引き分け、うん、貯金が11、はい、1位と4ゲーム差、はい、っていうところで80勝ラインとするならば、うん、残り33勝、うん、23敗、はい、貯金10今と全く同じ戦い方で行って勝率がね5割8分9厘で今現状5割6分6厘だから、うん、勝率が今よりちょっといい感じでいったら、うん、80勝ライン、はい、言えます貯金10、うん、だから1ヶ月11負けれます、はい、ほぼ5割で、うんでどっか1週間だけ勝ち越し4勝2敗ぐらいでいければ80勝ラインいける、うん、けど、はい、オリックスが5割でいっちゃうと、うん、5割ちょっと貯金作っちゃうと、うん、もっと勝たなきゃいけないからそうですねいやこれもうオリックスやなだオリックスが落ちてこないともう勝てないだから、うん、だって5割だよ、はい、5割でいいんだよオリックスが落ちるところがなんか連敗とかの想像ができないんですよねなだって3勝3敗でいいんだよ、うん山本投手、宮城投手、山下投手で、まあ、ほぼほぼ絶対5割いくじゃないですか、うん、オリックスがね、6連勝ぐらいしたら終わるな終わりですねあもう連勝したらあもうあのこの1週間6連勝しましたみたいになっちゃうと、はい、もうマジック少ないもう一気に動きますねいや、ま、もうこのかなりの高い確率で、はい、現状ね、分かんない、はい、何が起こるか分かんないけども数字だけ見るとかなりの高い確率で、はい、オリックスやなそうですねだって5割だもん、うん、勝率80ね、80勝ラインが5割でいけるんでしょ、うん、なんか落ちる想像ができないっていうのかな、うん、でもまああと2ヶ月ありますから野球は何があるか分かんないですからねでも A クラスで考えると、うんまあ、日本ハムがちょっときついけど、うんまあ、まだ頑張ればワンチャンある、はい、で西武もきついけど頑張ればワンチャンある、うん、で楽天はもうソフトバンクとのせめぎ合い、はい、これはもう十分射程圏内、うん、ソフトバンクは本当 B クラス落ちちゃう可能性も十分ある、はいね、でもロッテが佐々木朗希投手離脱したからそうなの痛いのよだそこが結構大きいでしょ先発おらへんから数かなり厳しい状況だよそれでもそんなに負けてるわけではないんですよねなんか離脱してからねそうそうそうでも先週は借金1だからねあそうか借金でいってるんだ2勝3敗だから、うん、だからオールスター明けでいうと、ロッテは1、2、3、4、5勝4敗直近1、うん、あソフトバンクさんに勝ってるからソフトバンクは結構連敗あれ痛かったですからね 1、2、3、4、5、6勝3敗だ、うん、あ6勝4敗、うん、貯金にソフトバンクにだって 1、2、3、4、5、6勝して5勝1敗だおー高野祭典やっと最後勝ってね高野祭難の式典って言われてたから、ね、高野祭典なかなか勝てないってなんか、ね、今年だって1勝12敗でしょ、はい、11敗でしょいや高野祭典ってそんないっぱいやってるんでしたっけそうそうあの全カードやるからああそうなんだ全チームと昔はそのワンカードだけだったんだけど、はい、今はもう全チームであるから3試合、はい、だから全部で12試合ある、はい、それがなんと1勝11敗ただもう最難、はい、そうですねだから、まあはい、まあロッテがね、まあ、佐々木朗希いなくなったって言っても B クラスに落ちることはないと思うんだよね、まあ、そうですね現時点で貯金も結構ありますからねうん、うん、だソフトバンクがどうなってくるかにもよりますしそうだ、ね、だってロッテなんて残りもし5割だったら75勝になるんだよ、うんはい、ロッテが5割になっちゃうと、うん、オリックスは借金10で勝つからねそうですいやオリックスなんかもう楽勝な感じしてきたなロッテが5割だったら、はい、オリックス 勝率4割3厘で勝てるから、うん、4割3厘で今の最下位の日本ハムより勝てなくても勝てるってことなのかオリックスでもそんな負けないって負けない、うん、でも仮に、はい、仮にロッテが5割だったら、うん、オリックスは借金10でも勝てるし、はい、仮にソフトバンクが29勝23敗で5割5分7厘これでも頑張るんだけど、はい、これでいってもオリックスはあの借金10でも勝てます、はいまあ、でもここで決めつけたくはないんですけど優勝オリックスだとは思いたくないですけどかなり、まあ、有利な状況ねかなりオリックスが現状有利な状況で、はいうんまあ、ロッテはよっぽどのことがない限り、うんまあ、A クラスはいるかなと、はい3位はちょっとソフトバンク次第ではどうなるか分かんない、うん、楽天が入ってくる、うん、楽天はまだすぐワンチャンで3位もあるし、うんうん、西武日本はまあよっぽど頑張らなきゃいけないけど、まあ、まだ消化ゲームっていうのは早いかなっていうね、はいうん、ところありますね、はい、さあということでね、はい、8月1ヶ月どうなるのか、はい、皆さんね楽しみながら見ていきましょう、はい